一家集中の自己啓発セミナー行って人生変わったとか言ってるのはいかがなのでしょうか。それで人生変わるなら舞台鑑賞や旅行やコンカフェ巡りなど低価格の何かでも十分価値観変わる気がするんですか。まあ、価値観変わったって言って、なんか自分自身を納得させたいんだと思うんですよね。でもその舞台とか、そのなんか国内旅行とかって、まあせいぜい数千円とか、まあ1万円、2万円じゃないですか。で、その3日集中人口啓発セミナーだと、多分10万円近くとかかると思うんですよ。で、そうすると、10万円近く払ったのだから、何かすごい価値が得られたんだというふうにしないと、自分自身が納得できないんですよ。要はその、周りは多分お前それ騙されてるよとか騙されてるんじゃねとかって多分そういう目つきで見て話をすると思うんですけど、でもその頭の弱い自分を探してる人は3日間で10万円払った、そのおかげで自分が変わったから、これは役に立つ価値のあることに払ったんだ、私は騙されてないし損はしてないんだって思い込みたいんですよ。なので、あ、残念な人だなって思いながら、そっかそっか変われたんだよかったねっていうぐらいが優しいお付き合いなんじゃないでしょうか。というわけでお疲れ様でした。